ここだけバカのチャラで使われますダメダメです。今日なんかすごいじゃん、なんだけすごいほら、普通の通常営業されてるからちょっとやめてみたいな。お客さん見てるからすいません、ごめんなさい、こいつですおっしゃったよ、決まります。大事ですよ。ガードのニューアルバムシェイがなんと初めて僕たち CD ショップタレコさんに置いていただけることになりました。マイクアロンの応援をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マカロンチャンネル。はい、あー太陽くんだ。太陽せーの、マカロンチャンネル。さあ、ということで皆様おはようございます。今更ながらにはなりましたが、本日はマイクアロン3月2日タワーレコード郡山さんにてリリースイベントでございます。イエーイ。来ました、タワーレコード郡山といえば我らが大将笹山太陽さんでして、以前にね、リリーベで、そうなんです、あの実はやったことなんですね。そうなんです。何年前ですかね。何年前ですかね。多分5、6年前ぐらい。9年前私は歌い出したところですけど、郡山はいつもお世話になっている場所ですから、ご入り入れをさせていただくということでね、とてもありがたいことでございます。今日はあのお客様もたくさんねいらっしゃっておりますから、あのそういった方たちのためにもですね、全力でパフォーマンスをさせていただければと思っております。あ、しかもあれですよ、昨日3月1日になんと驚きの、うん、そうですよ、事実がね判明しましたから、オリコンランキングアルバム部門初登場ロッキーでした。フラゲビの、2月29日付での記録ということですね。これはもうすごいことですよ。本当に快挙、快挙だと思うよ。いや、まさかそんな初っ端から行くとは思い、誰もが予想しませんから、やっぱりあれありがたいですよね、そう考えると。しゃべりたかった。よろしくお願い。かわいいキュンキュンマカロンチャンネル。で、MC 手紙シャットダウン、MC 生きるってことが一番です。 OK、 最初1曲だって MC、 そうバスストップ MC、 手紙振る、手紙ありがとうシャットダウン。世界から君が消えたとしたなら、僕は取り乱したりしない、開けっぱなしたどこから、叫ぶだけ叫びまくった、泣けるだけ泣きちゃくった、血の底に吸い取られて、赤いと一つたぐり、あーマカロンチャンネルだ。ありがとうございました。さあ、ということで、はい、第1部終わりました。ありがとうございます。熱気がすごかったですね。すごいですね。お客様も最高の盛り上がりでございました。温かい声援に包まれて、僕たちものびのびとパフォーマンスをすることができましたね。はいはい、この後特典会をして、2部は何時だ、4時半、16時半から2部のステージもありますのでね、頑張って参りたいと思います。今日もオリコンが入るかな。入るぞ、行くぞ。おーちょっとこう支えます。マカロンチャンネル。アルバムシェイが今タワーレコード郡山店で購入できるんですか。そうなんです。なんと昨日発売したばかりで、フライングゲット、なんとオリコン6位にもランクインしているという、あの話題のシリーズです。え、フラゲだけでオリコンデイリーチャート6位にランクインしたマイクアロンの
ニューアルバムシーンがタワーレコード郡山店さんで購入できるんですか？そうなんです。ステージ右手の特設カウンターで今ご購入いただきますと、なんとメンバーとハイタッチやサイン、ツーショットなどいろんな特典がついております。マカロンメンバーとハイタッチができたり、マカロンメンバーと写真を撮ったり、マカロンメンバーと動画が撮れるんですか？そうなんです。タワレコ郡山さんで一緒に特典会、一緒に交流ができるのはなんと今日だけです。今日だけ。今日だけ？今日だけなんですか、リーダー？はい、本日限定でございます。1時からと4時半から1部と2部とステージありますけれども、1部の特典会まもなく始まります。特設カウンターステージの右手の長付け、ステージ右手の長付けでただいま CD の購入、特典会の参加券のゲットを受け付けております。今日は絶対にマカロンのアルバムシェイクゲットしてお家に帰ってほしいな。そうですね、車の中とかでもね、ぜひ聴いてほしいですね。車の中でマカロン、お家でマカロン、いつもいつでもどこでもマカロン。はい、ぜひ引き続きステージ右側の長机で特設コーナーで CD のご購入、特典券のゲットよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。オウムですね、こちら。お鳥さんです。鳥さんです、こちらは。言ったことを繰り返すオウムさんということなんですけれどもね、結構長い文章まで覚えられて優秀ですね、彼はね。よし行ってきます。
やつはいないか、引き返したいやつはいないか、走って乗れまだ間に合う、ただひたすらにこのバスは止まっちゃくれない、雲を追いかけ車輪転がせ、もう行けるとこまで行ってやれ、このバスに飛び乗って行こうよ、365日走り続けて、旅の途中何が見えても、さあマカロンチャンネル皆様いかがお過ごしでしょうかということなんですけれども、向こう側にねゴロキリが垣間見えているんですけども、1,2,3,4,5 ゴロ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 キゴロ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 すいませんね、ということで、やってまいりました。3月2日ですね、タワーレコード郡山店さんで、やらせていただきました毎回のリリースイベントですね。本当に、大盛況にて2部公演終えることができました。本当に皆さん楽しんでいただけたんではないかなと思っております。本当に、皆さん本当にありがとうございます。またね、勢いをつけてですね、マイカーローンの、活動にね力入れてね、エンターテインメント繰り広げていきたいなと思っておりますので、皆さんどんどんね、いろんなところで僕たちとお会いしてですね、僕たちと楽しい思い出を作っていければと、思っております。そうですね、やっぱ僕もね、本当にね、いい形で皆様に、音楽を届けてられたんじゃないかなということで、我々このセンターとしてもね、この顔が立つというか、そのまたマカロンの格がね、格がガッと上がったということで、素敵な、公演だったんじゃないでしょうか。はい、ダブルセンターこれからも頑張っていきたいですね。ね、やっぱねマカロンの顔としてね、しっかりとバシッとやって、決まったんじゃないですか、このコメントもね。あ、そうですね、また後ほどですね、うちのソシャルだったり、リーダーのタイヤさんだったりのコメントもいただけると思いますから、はい、まずはまずは滑り出し、僕たちがシャキッと決めてね、つなげたいと思います。それでは、次のコメント、いや、ずっと見切れてた、そんなことないです、そんなことない、大丈夫、そんなことないですよ。はい、ということで、違うんかい以上になります。